君も俺のこと臆病者だと思ってるの？なあ、俺みんなに臆病者だって思われちゃったよ。俺本当は度胸あるんだよ。あの時は中が見えなかったし、俺の想像力が豊かすぎてあんなことになっちゃったんだ。ちょっと、なんで笑うんだよ。まさか信じてないの？あんまり信じてるように聞こえないんだけど、どうやらこれは自分で証明しないとダメみたいだな。後で時間取れるかな？一緒に行きたいところがあるんだけど、君に俺のことを信じてもらうための場所だよ。さっき話してたのはここだよ。ここはホラー映画のシーンを再現しているんだけど、その完成度が高すぎてめちゃくちゃ怖いんだって。大丈夫だよ。ホラー映画なんて所詮は作り物なんだから。出てくる幽霊だってみんな俳優が演じてるんだしさ。血のりだって一回だけ舐めてみたことあるんだけど、あれ甘いんだよ。大丈夫だって、俺が守ってあげるから。ね、中に入らない？そうだね。でも大丈夫。俺にちゃんとついてきて、守ってあげるから。安心しなよ。ほら、何もないだろ。ライトだよ。うわっ！大丈夫、何もないよ。俺の経験からすると、扉を開けたらそこにお化けがいるってパターンなんだけど。そうだね。何？そんなわけないだろ。こんなホラー映画の再現が怖いとかないから、俺のことを見くびらないでほしいな。かなりリアルだったな。俺
も驚いたよ。お化けが出てきたらこれで戦うよ。それは良かったよ。言っただろ、俺が守ってあげるって。どっちも危なそうだよな。後から来る人を待ってみんなで一緒に行くっていうのはどうかな。みんなで行けば怖くない。あそこの棚の下、何かいる。見てくるよ。来ちゃダメだ。ここは俺が何とかする。今日があるってこと信じてくれた。怒らないで。君が一人で怖がってるんじゃないかと思って電話したんだ。じゃあ何か話そうよ、君が眠るまで。あ、それとも何か歌おうか。笑い話の方がいい。電話でお芝居はダメだよね。違うよ。怖くないってば。